川端です。よろしくお願いします。今回はですね、静岡県の問題です。袋の中に赤玉3個、白玉2個、黒玉1個があります。同時に2個取り出すとき、赤玉2個を取り出す確率と同じ確率はどれですかと、等しい確率はどれですかという問題です。2個とも赤玉とね、同じ確率ということで、あ、い、う、えということで、あが2個とも白玉。いが赤玉と白玉、1個ずつってことですね。赤玉1個、黒玉1個、白玉1個、黒玉1個取る確率。ということで、この問題なんですけれども、一応ね、選択問題ですけどね、普通にそれぞれ確率求めてあげれば、まあ答えは出るわけですよね。なので、普通に確率を求めていきたいと思うんですけれども、ただね、これ、あっていう選択肢、これはまあ違うなっていうのはすぐわかります。それはなぜならばですね、赤玉3個、白玉2個ってことで、これ玉の個数が違うわけですよね。なので赤玉2個取る確率と白玉2個取る確率がこれが等しいはずはないですよね。なので、あはもう違うなってことはわかると思うので、まあ、いか、うか、えかということになると思います。ということでね、具体的に数え上げていきたいと思うんですけれども、赤玉3個っていうことなので、まず、この区別のつかないものを区別をつけて考えます。どういうことかっていうと、赤玉、まあ、英語で言うと、レッドボールで、R、レッドボールのね、頭文字の R を取ってですね、R1、R2、R3 とします。この赤玉3個にね、普段だったらね、区別のつかないものですけど、あえて区別をつけて、R1、R2、R3 とすると。で、続いて、白玉2個。これも同じようにホワイト。なので、W1、W2。で、黒玉1個だけなので、ブラック。黒玉。黒玉1個だけなので、これは、ブラックということで、B とします。で、具体的にね、まずは書き出していきたいというふうに思います。まず、例えば、R1 を取って、赤玉1を取って、赤玉2を取るとかね。まあ、樹形図で書いていきますよ。赤玉1、赤玉2。赤玉1、赤玉3。赤玉1、白1。白2、黒玉と。続いて、赤玉2を取って、これ、R1 とは書いちゃダメですよ。これ、赤玉1、赤玉2を取るのと、赤玉2、赤玉1を取ることっていうのは同じですよね。今、同時に2個取り出すって言ってるので、順番を考慮してるわけじゃないので、ね、1回目の A 君が取ってから2回目 B 君が取るとか、そういう問題だったら R1、R2 と R2、R1 で分けて考える必要がありますが、同時に2個って言ってるので、このように書くのは間違いです。なので、ここは R1 とは書いちゃいけませんよということですね。と、R2、R3、白1、白2、黒と。で、R3 で、これも R1 とか R2 とかもう書いてありますからね。なので、続いて白1、白2、黒と。で、続いて白1、白2、黒。で、白2、黒。という具合になります。そうするとですね、これ全部で、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15ですね。だから15分のほにゃららってなるわけですが、まあ、ただですね、別に、分母はね、これ、いとう、いうえもね、15分のなんとかになることには変わりないので、別に分母はね、特に、15分のなんとかって出す必要はないんですけれども、まずは、これ、赤玉をね、2個取り出す確率、を考えていったときに、まあ、例えば赤玉1、赤玉2を取る。赤玉1、赤玉3を取る。あとは赤玉2、赤玉3を取る。ということで、これは、3通りありますね。まあ、15分の3で、まあ、確率で言ったらこれ5分の1になるわけですけども、この確率は5分の1になるわけですけど、3通りになります。なので、3通りになってるものを選べばいいわけなので、赤玉と白玉だったら赤白ということで、これは赤1、白1とか、赤1、白2とか、あとは、赤2、白1、赤2、白2、赤3、白1、赤3、白2。ということで、これ6通りありますね。なので、これ6通りありますので、まあ、これも違うってことがあります。まあ、ちなみに確率で言ったら15分の6になって、
5分の2というぐらいになりますので、これは違うってことがわかります。続いて、赤玉と黒玉。R と、ブラックですね。ということで、R とブラックになってもこれ、R とブラック、R とブラック。で、他ないですね。つまり、これ3通りなので、これが答えになりますね。15分の3で5分の1になるわけですけども、これは同じ確率だよということで、うが正解ということになります。ちなみに最後、えをやると、白玉と黒玉ということで、白、黒。白、黒。ということで、白玉と黒玉、この2通りしかないですね。なので、15分の2になってしまって、これは違うよということがわかります。したがってですね、答えとしては、うですね。赤玉と黒玉。ということで、この3通り。で、こっちも3通りだから15分の3で5分の1ということで確率が等しいという具合になります。で、これをですね、まあもうちょっとかっこよく計算でね、求めるとしたらどうなんのかっていう話を最後ちょっとしておきますが、組み合わせのコンビネーションを C っていう記号を使います。まあ、一応ね、高校生が習うものなんですけども、難関こう受ける生徒はね、ぜひマスターしてほしいものですが、例えばですね、この同時に2個取り出して赤玉2個取る確率はって言った時にですね、まず、これ全て異なってるものとして考えて、6個の中から2個取り出すので、全体の場合の数は 6C2 という風になります。で、赤玉3つのうち2個取るので、この3つのうち2個取るから 3C2 という風になるわけですね。まあ具体的にまあ言うんだったら赤1、赤2、赤1、赤3、赤2、赤3ということで、この3通りなわけですけども、これが、まあ、式で言うんだったら 3C2 だよ、ということで、これ 2×1、6×5、2×1、3×2、ということで、これを計算して、15分の、3というふうになって、5分の1という具合に出せます。この確率はね。例えばこのうの確率だったらどうなるかってことですが、うだったら、6C2 分のですね、赤玉1個取るってことで、3つのうち1つ選びますね。だから 3C1 ですね。まあ、3C1 ってわざわざ書かなくても、R1 か R2 か R3 のどれかですよって言ってるわけです。で、黒玉っていうのは1個しかないからね、黒玉、もうね、受験時で書いたら、このブラックっていうことで、この1通り。なので、これも同じように計算して15分の3で5分の1になりますので、両方とも5分の1になるから、まあ、うが答えだなってこともわかります。まあ、他のやつもね、同じようにやることはできますけど、一応ここでね、解説を終わらせていただきます。わかったかな？以上で解説終わります。では。